日程第5、発議第6号、イスラエルのパレスチナ・ガザ地区への攻撃中止と即時停戦を求める決議を議題といたします。提案理由の説明を求めます。13番、染谷玲子議員。13番、染谷玲子です。発議第6号、イスラエルのパレスチナ・ガザ地区への攻撃中止と即時停戦を、求める決議。上記の議案を別紙のとおり、つくば未来市議会会議規則第13条第2項の規定により提出をいたします。令和5年11月22日提出。つくば未来市議会議長、伊藤正美様、提出者、つくば未来市議会議員染谷玲子、賛成者、つくば未来市議会議員高木博夫、賛成者、つくば未来市議会議員豊島守、賛成者、つくば未来市議会議員古川義恵、賛成者、つくば未来市議会議員直井誠美、賛成者、つくば未来市議会議員中山英一、賛成者、つくば未来市議会議員金貝レオナ、賛成者、つくば未来市議会議員直井孝博。提案理由です。イスラエルの大規模攻撃によりパレスチナ・ガザ地区の状況は子どもたちの墓場と化し、人々にとって生き地獄となっているとも言われる深刻な危機に直面している。この1ヶ月でガザ地区では1万人近くが犠牲となり、その4割は子どもとも報じられている。この人道的危機を一刻も早く止めることが求められている。つくば未来市はガザ地区の深刻な人道的危機の打開をするために、ガザ地区の攻撃を即時中止し、停戦のための交渉のテーブルにつくことを求めるものであります。それでは続いて決議文を読み上げます。イスラエルのパレスチナ・ガザ地区への攻撃中止と即時停戦を求める決議。イスラエルの大規模攻撃によりパレスチナ・ガザ地区の状況は子どもたちの墓場と化し、人々にとって生き地獄となっているとも言われる深刻な危機に直面している。この1ヶ月でガザ地区では1万人近くが犠牲となり、その4割は子どもとも報じられている。この人道的危機を一刻も早く止めることが求められている。今回のガザ人道危機の直接の契機は令和5年10月7日のパレスチナのハマスによる無差別攻撃にあった。民間人を無差別に殺傷することは国際法違反であり、人質の即時解放を求めるものである。軍事力を行使した報復でガザ地区への攻撃を行うことは決して許されるものではない。つくば未来市議会はガザ地区の深刻な人道的危機の打開をするために、ガザ地区の攻撃を即時中止し、停戦のための交渉のテーブルにつくことを求める決議をする。令和5年11月22日つくば未来市議会、以上でございます。よろしくお願いをいたします。説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。これで質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第6号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって発議第6号については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。これから討論を行います。討論はありませんか。これで討論を終わります。これから発議第6号について採決いたします。この採決は挙手によって行います。
お諮りいたします。本案は原案の通り決することに賛成の方は挙手願います。はい、挙手全員です。よって発議第6号は原案の通り可決されました。